福本秀美術館、どうも阿部でございます。画家の中には本名ではない画家というのが結構いるんですね。今日紹介するのはイタリア・ベネチアで活躍した画家、ティントレットでございます。ティントレット、かっこいいですよね。なんていうかこのね、まあ、イタリア語ですけど、欧米の言葉っていうのはやっぱりこう未だになんかこうかっこいいなと思って、ティントレットですよ、ね、すごくかっこいい。ティンっていうこの響きもすごくいいですよね。1518年から1594年の生涯でございました。ティントレットの有名な絵といえばこちらでございますね。はい、最後の晩餐でございます。聖書のお話ですよね。まあ文字通り最後の晩餐です。キリストが十字架にかけられる前日、12人の弟子たちと一緒に晩餐を共にしたという場面でございますね。はい、まあ、こちらの絵はですね、もちろん聖書のお話ですが、いろんな画家が描いてます。で、一番多いパターンというとこれじゃないですかね。はい、レオナルド・ダ・ヴィンチが描きました最後の晩餐のパターン、どういうことかというと、絵を見る人と平行に机が置かれているというパターンですね。これはダ・ヴィンチ以外にもこのパターンで描いた人多いです。ところがティントレットはどうやって描いたかというと、こうなんですね。はい、平行じゃないですよね。この手前から奥にかけて斜めに机があるという、これはなかなかこれは斬新な構図ですよね。すごいですよね。で、なんかこう本当にこう劇的な感じに描かれてまして、こうなんか屋根じゃないですね、天井がなんか洞窟みたいにこうなんかこうぐにゃぐにゃしているのかなと思ったら、よく見たらこれは天使が描かれてるんですね。なるほど、天使が来るにはまだ早いんですよね。明日ですから、前日もう来ちゃった、そういうちょっと幻想的な感じ。さらにね、この舞台の照明みたいな感じがたまらないですよね。なんかこうね、光輪が眩しいでしょ、キリストのね、光輪って輪っかがあって、それが光ってるね。まさに本当に私で言うとですよ、こう眩しい、光輪が眩しいみたいな、はいいですね。なんか私がちょっと神々しい感じになってますか。さすがだな、光るな。ロームシアター京都サウスホールから今日お送りしてますのでね、いいですね、たまんないですね照明。さあ、このティントレットでございますけどね、本名がヤコポ・ロブスティというんですね。ヤコポ・ロブスティ、全然違いますね、ティントレットと。なんかティントレットの方が良かったなと思いますけどね。ヤコポ・ロブスティもいいですけど、で、これティントレットどういう意味かというと、染め物屋の息子って意味なん。そうなんですか。ティントレットか。あら、日本でもいますよね、たまにあの八百屋のせがれとかずっと呼ばれてる人、ね、そういう感じの商店街みたいな、そういうあだ名だったんですね。ティントレット、かっこいいと思ってましたけど、染め物屋のせがれの意味でございました。画家になってからもずっとそう周りから呼ばれてたんでしょうね。で、ずっとその後も日本にも400年以上経っても染め物屋のせがれとして名前が伝えられています。ティントレットでございました。最近はね、気を使ってるのか、ティントレットかっこ本名って書いてある美術館も結構多いですね。というわけでございましてですね、今回はですね、意外な本名ティントレットのお話をいたしました。照明さん、ありがとうございました、ね、ご協力いただきました。そういうことも含めて忖度でチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。どうも阿部でございました。どうもありがとう。